こんにちは。モデラー親父モデオです。いつも動画のご視聴本当にありがとうございます。2020年クリスマス、皆様いかがお過ごしでしょうか。私はガンダムファクトリー横浜限定発売の RX78F00 ガンダムバストモデルを制作しております。今回は私の過去の模型作品クリスマスツリーの代わりに LED イルミネーション装着作品事例をご覧いただきながら1年を振り返りたいと思います。今年は予想もしなかった新型コロナウイルスの影響により、世界が多大なる影響に見舞われ、その余波は収束するどころか威力を増し、未だ出口は見えてはおりません。もともと少子化が進む日本の模型業界は、グローバル展開するメーカー以外は苦戦を強いられ、模型小売店ラジコンサーキットは閉店が相次いでおりました。私も模型ファンの一人として、日本の模型人口が少しでも増えればという思いから、YouTube を通じて新製品情報、制作方法の紹介を微力ながら発信しております。今年は多くのホビーイベントも中止となり、おそらく来年2021年も大規模なイベントの開催は困難であると思われます。しかし悲観的な内容だけではなく、巣ごもり需要から模型作りは再び注目され、模型用品の品不足現象も起こりました。どんな困難な場面であっても、人生に起こる全てのことに無意味無駄なんて一つもないと私は思います。多くの人はチャンスをチャンスと気づけずに見過ごしてしまいがちだからです。どんなことからも学ぶことはあり、有益に感じられるかは生かすも殺すもそれはあなた次第です。昨年までのようなライフワークは楽しめなくなりましたが、室内でも楽しめることに時間を費やせるチャンスがやってきたのです。ネットを通じ同じ趣味の皆様とコミュニケーションを取ることも可能な時代になりました。今年も残り少なくなりましたが、来年も一緒に模型作りを楽しんでいきましょう。メリークリスマス。